りやらとおかしい人種で他人と接した時君でもあなたでもなくオタクンというところから名前が付けられた。そしてそのオタクの代表とも言うべき人物が海賊八郎なのである。変で面白い。気持ち悪いですね。ちょっとああいう人も必要じゃないかと思いますけど。そんな世間の冷たい声にもかかわらず百八郎にはレギュラー番組がある。それもゴールデンタイムに。どんなもんだよ。さすが先生、新人アイドルを見つければすぐ近づいていく。オタクに手は必要ない。そして今回百八郎がアイドル界から選んだオタク生命をかけて戦う相手は西浦智美だ。カルト対決、本人対オタク。オタクは本人を超えられるか。西村智美カルトクイズだ。本人とオタク、どちらが本人に関することを知っているか、こういうクイズ今まであったでしょうか。西村智美に関するクイズがバンバン出されます。間違ったり相手に先に答えられてしまったりしますと周りやランプが1個つきます。これが10個当たりますと風船が割れて負けになるということですね。それちょっと本人たちに意気込みを伺ってみましょう。西村智美ちゃんどうでしょうか。はい、頑張ります。高橋さんはいかがでしょうか。僕あの部屋にあるスクラップとかをね、さすが意地があります。検討したいと思います。はい、頑張っていただきます。それでは早速見てみましょう。本人とオタクと勝つのはどっちだ。まあ要するに西村智美ちゃん本人に関する問題が出るんですけれども、はい、それを本人が早く答えるか、それとも、たくさんが答えるかというところで競っていただくと、はい、さあそれでは早速皆さんにかけていただきましょう。ギャンブルタイム。ご本人西村智美さんに関する問題が出ますね。それを高橋郎さんと本人がどちらが答えるか数多くですね。それでは早速開けてみましょう。勝負。おお、これはこちら。おお、なんだなんだ、これはまた負けか。もう皆さん上宮さんと一緒だと負けちゃうと思って。やっぱ本人、やっぱ本人でしょ。だって本人しかいないじゃないですか。なんて何をおっしゃいますか。本当に知ってますよ、タクさんは。すごい。ですから来ますよ、これは。タクさんが早押しができるかっていうの問題でしょ。西村智美ちゃんも結構おっとりしてるから、あの早押しができないんじゃないですか。そういうの。そうなんですよ。1、2、3、4、5、6。早押しっていうところはポイントになりますからね。はい、どういうことになるでしょうか。勝つのはどっちだ。第1問、行ってみよう。ともみちゃんのお父さんの名前は。あ、たくさんね。しょうごさん。いや、だって出てますよね。お、この常識。行ってみましょう、第2番です。卒業した幼稚園の名前は。あ、まだまだたくさんです。ずっと藤山ですよね。そうなんですよ。次行ってみましょう、どうぞ。大好きな国、オーストラリアに行った回数は。トムちゃん来ましたね。4回。あ、そりゃそうでしょうね。出身校堀越学園の制服のデザイナーは。あ、ちょっとごめんね、たくさん。森原さんでしょ。すごいです。さあ次行ってみましょう、はい、どうぞ。シングル初めまして愛のジャケットの衣装の色は何色。出ましたね。どうしたトムちゃん、忘れてしまったか。あ、じゃあたくさん、あれ62年ですよね。グルー、グルー。高校時代のニックネームは何。これはだって知らないとね。はい、どうぞ。トロリンでしょ。すごいな。これなんでトロリンなんですか。トロイから。さあ次行ってみましょう、どうぞ。所属している芸営プロダクションの住所はどこ。たくさんもおっしゃが、ともみちゃんの間だ。東京都港区赤坂3-13-13、6階。ビルの名前は。あ、え、大丈夫ですか、中村ビル。徳さん、ビルの名前は。さあ行きましょう、どうぞ。現在のファンクラブの会報の名前は何。早い。あれ途中で変わったんですよね。はい、ひらめきじゃなくて、あのバンテーヌですよね。素晴らしいですね。なんでバンテーヌに変わったんですか。なんででしょうね。じゃあ次の問題行ってみましょう、どうぞ。昨年ともみちゃんが出場したホノルルマラソンのタイムは。
トミさんどうした？あ、来た。トミさんどうぞ。あ、どうしよう。7時間21分51秒。あ、違う。あ、分かった。タクさん、タクさん、タクさん押して。タクさん押して。はい、タクさん。7時間20分51秒でしょ。おともみちゃんの得意な料理は何？タクさん、どうしたんでしょうか？タクさん、どうぞ。あれ、インタビューだと、はい、サバの味噌煮になってました。すごい。どうですか、タクさん、こういう可愛いともみちゃんにサバの味噌みたいな何台のいろいろ料理作られた日には、うん、なんかご機嫌ですよね。もう答えもご機嫌じゃん、もう。さあ、ご機嫌のまま、さあ、次行ってみましょう。母方のひいおばあちゃんの名前は？これはわかんないです。お前もかよ。わかんないのもわかんないですもん。ちょっとヒント言いましょうか。はい、あのなんとかはママの味とかっていう、ミルキーの上いらないかなみたいな。いらない、上がいらないかなみたいな。キなんで2がいらないとキーに行っちゃうんだよ。ミルキー当たり前だよ。正解するよ、そんなものは。それでいいんですか？お前しなくぞ。今までばあちゃんのこと何年だろう。え、ずっとおばあちゃん。そのままや、そのまま。さあ、行ってみましょう。ともみちゃんの癖は何でしょう。あ、来た、たくさん来た。鼻の下をな、あの、かくっていうか、あの、撫でるって答えてます。正解。